皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。静岡県の学校情報、今回は東海大学附属静岡翔陽高校さんを紹介します。翔陽高校さんは普通科の学校で定員が360名です。今年の入試の倍率は 1.77 倍、このようになっていました。この中には附属中学からの内部進学者も含んでいます。コースは2つあります。アクセルコース、こちらは定員80人で2クラス。このコースは国公立大とか難関学部、こういうところへの進学を目指す、そういうコースです。部活には参加できますが、入れる部活に制限があったり、時期によっては活動にも制限があります。で、2年生の時には範囲の語学研修、これがあるんですね。もう一つのコースはベーシックコース、こちらは定員280人で7クラスです。このコースは基礎学力の定着と学校長推薦で東海大学への進学を目指す、そういうコースです。このベーシックコースには部活動、入れる部活とかね、活動の制限とそういうものはありません。で、各方面に出ているスクールバス、これ全線無料で、これ最終の下校のバスの時間に合わせて部活動も終了するようになっているそうです。今回は東海大学附属静岡翔陽高校さんの紹介をしました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。